100入れてる。ライブツアーお疲れっしゃ。マジ入れませんかそれ。ありがとうございます。一枚ね。ニータをご覧の皆さん、高崎会、一番隊、飲酒隊長、高崎会っていうのがありまして、え、高崎会っていうのがあってわけないやん。いやいや、高崎会って呼んでくれてるの。僕は高崎会だと思ったんですよ。いいね。ついていく背中間違いすぎ。いや、ね、響いて、何しての響いて、もういや、だまだ飲んでるよね。そうです。まあ、月1ぐらいで。違う、カビラジエみたいな。いったいくこれか、これか。じゃあね、めちゃくちゃあの俺らのチャンネルを見てくれてる。そうですね、うん、ありがとうございます。ナイストロです。これ見返してると思う。野尻さんのエイペックス一個らしいね、の配信もね、ヘルスドもしてる、見たし。個人チャンネル、はい。何してんの。めちゃくちゃいいだ、気持ちいいじゃないですか。それはいいだろ。めちゃくちゃ気持ちいいじゃないですか。エックス知らないけど、知らないけど見てんの。うまいことだけは分かる。一人18。ああ、言ってたね。そうヒルドラン。なんでそんなこいつの会に入ってんの。高崎さん、そう、僕お金なくて。一応右いる、うん、ちょっと待って、大丈夫か。お金ないんですよ、日常って。めちゃのね、いやーやるな。そんなこと、そう全然そんなことないけど。ナイス。でもナイスあるよね。あの、ワンチャンある、ワンチャンあるよ。奢ってくださる。金づるか。かわいすぎ。あ、まあ、結局か。人脈かと思ったら。金脈ね。金脈ね。いいよ。だいぶ奢ってもらいましたね、でも。ほんと。マジで金なくて。そうそうそう。その別に高崎会のメンバー、俺以外全然払うんだけど、うん、響きだけは俺が払う。いいよ、俺が払う。マジないよな。見たくない。マジでないです、うん。なんでないの。なめてきなめてき。ODE で、170。最近のそのライブツアーも、めちゃくちゃ大成功。いやー、45。まあもう12カ所回りました。いや、無理か。すごい。最初さ、招待してくれた六本木のさ、はいはい、あれキャパ何人ぐらい。ナイス1500ぐらい。ナイスで、埋まってたでしょ。そうですね。何が兼ねないの。何して聞かれる、聞かれる。何してるんですかね。それワンメンバーに。1回目会った時、俺が誘ったから。あ、そうですね。しかも年下だね。真下に入れた。俺の5個下。そうです、25です。だから全然、それは全然、嘘、おごって、でもなんか、多分、響きがなんか、その、申し訳ないっていう気持ちで、何日か後かにやった俺らの、YouTube ライブで、俺8000円おごったんだけど、8000円投げてきてんのよ。あるよ。いや、やりなくていい。あれ、もろもろ取られて、3500円ぐらいになるから。そうですね。だから、あれですよ、あの、パソコンからしました。いや、確かにちょっと増えるけど。うまいよ。全然ね。なんでその知識あって、その、YouTube ライブでやる。あとあれも、そうね、あれも買ったんですよね。俺の T シャツとかも買ってくれてるんです。え？だからなんか、その全然俺おごった分でしっかり金使って、俺おごってないぐらい使ってくれてるのよ、多分。めっちゃキモい関係やん。いける、ね、そうなんですよね。いや、そうなんですよね、じゃないよ。3、4ヶ月前にやった、俺が同期の中村からお金を返してもらうだけのライブとかも来てんのよ。行きましたね。へぇ。男一人ぐらいだったっす、マジで。マジでそう、響きだけど、男が唯一コーディリーのボーカルだけだった。うん、そう、行きました。キューバンガエレトロと対バンしたり、それもあって、行きましたよ。あなただけじゃないよっていう。中村ともっていう。そうです。え、俺そんなつもりで言ってる。ちなみに中村さんはタクシー代くれるんですよ。あー、ちょっと。え、一緒に歩いて帰ったじゃん。無理、難しいね。歩いて帰りましたね。たまにあるもんな、高崎だけタクシー乗って後輩ゾロゾロ。あるか。あるもんな。他のメンバーちなみに誰が？他は、うん、葛西、うん、福屋のオーナーさん。左側ですね、右のね。と、あと、あの、俊介っていう、バンダイの社員さん。そう。あ、今バンダイの社員さんね。フリーキックのあれやな。あ、中村俊介じゃちゃうよ。あ、そう。そんなボケもやるんだ。でもあの響きがちょっと唯一すぐあのその回の足を引っ張ってしまうのが、あの電車に乗れないっていう。あ、そうなんですよ。どういうこと？なんで？電車苦手で閉塞感。そう、なんかその電車だからその次の駅までは降りれないじゃん。そうまあまあその時間が怖いんよ。そうですだから確定でね。うん、特急とかは無理だ。特急 NG で。ああ、4駅とかで3駅ぐらい飛ばされたもん、無理な。そうそうそう。え、一駅ホームに降りてってこと？あ、その、いや、降りないけど、そういう、降りれるっていう安心感は欲しい。あ、そうなんだ。で、かつ、その気は使ってほしくないんですけど、高崎さんがめちゃくちゃ気使ってくれますね。いや、だって、どうにかなっちゃったの？もちろん。ベース来てるんだよな、これ。
噛んだとかだな、今の。うん、なんか口いっぱいのブドウを一瞬で食べたみたいな。めっちゃファンシーに言ってくれるじゃん。芳醇な香りじゃん。言ってくれてありがとう。今年は例年で一番良かったよ。うん。うん。ボジョレ。来年も頑張りますね。うん。そう。お酒一杯ぐらいっていうのあったら、ほぼ飲まないですね。みんなが何をしたかをずっと覚えてられるんで。え？怖くない？その読んだらガーシーの色してんな。あ、そうですそうです。あのいつかまたすることも視野に入れつつ。ああ、ちょっとあれだな、危ないな。確かに。もともと南さんがめっちゃ好きで。あ、え、そうなの。あ、踊るキネマ。そうそうそう、元はそこなんですよ、実は。あれ、そこからこの YouTube を見てくれる、ね、そうですそうです。あ、そうなんだ。そうね。あ、じゃあなんで高崎の方に先仲良く。いや、ね、タイミング。いや、ほんま好きな人と結婚してないやつって言うやつやから。しかも本人にタイミングだったじゃない。これ、あの、高橋響きって言って、マスターさってね。あ、自分の？はい、全部自分なんですけど。来てんな。すごい。だから今日その、気合い入れて来てこようと思ったら、家から最寄り行くまでに、うん、3、4人に声かけられて、つかない説がありました。ないよ。ここに。3、4人じゃないよ。人気者になりすぎて。家から最寄りはもう。そんなしんどい思いして電車に向かうわけ。そうです、そうです。地獄です。地獄でした。ここまで大丈夫だった、電車は。いや、もう、ね。皆さんに会える。という喜びだけが起こる。辛い思いしてる。確かに。いろんな困難乗り越えてきてるよ。そりゃそう。かわいそうに。今日は泊まってくるらしいから。いや、そう。上野にホテル撮ってたんですけど。え、撮ってた？撮った？撮って、キャンセルしました。え、マジで？キャンセル料かかってた？行けました、大丈夫でした。あ、マジで？うん。いや、でもそれ、撮った、撮った。ほんまかかったでしょ？ほんま、ちょっと、何本ぐらいちょっと。おっとっとっと。4000くらい。4000か。行けます。いや、まあそれ行くけど。響きね、普段ね、こんなね、悪いパス乗らないの。だから、なんか、お前ね、響きが、多分、頑張ってるわ。あ、頑張ってるの。響きだって、こんな悪い乗りみたいなしないもん、普段。うん、あ、そう。いや、そういうパスの出し手がいないだけじゃないの。あ、それは、確かに。悪いやつと、あ、遊ばへんもんな。それ逆ジブラやからね。そのマジでジブラの逆なんだ、俺。良さそうなやつだけ友達にしてる。いや、そっちのもいいけどな。ほんまにそうだ。一回は、あれ、高崎さんがそのトップにいて、そこで集うから、絶対にその、高崎さんに対しては常にこう。あ、食ってやろうみたいな人はいないんだ。いないです、もう。いかにこう、気持ちよくなってやろうのやつ、カイトメモ入れねえから。そんなチーム初めてじゃん、生きてきて。その自分がトップのチームって。あ、でも俺結構ね、小学校の時から遊びのリーダーって言われてて。遊びのリーダー。これはい、笑った。はい、こういうのめちゃくちゃ笑う。はい、して。結構なんかそういう会を主催するのは好きだから。全員業種違うから、なんか話してておもろい。いやぁ。南会は行くとか？南会ってか、行くと会。あー、うん、TikTok 界に南がいる。俺が入ってる。TikTok 界の CEO として。あー、顧問。うん。CEO ボスなんだよ。TikTok 界にお前が入ってるから、TikTok がお前にタメ口なんだ。そう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 。それはしょうがない。そういうルールなんですね。ただ、ちょっと、あいつはほんまに金ない時とかに一緒に行ったら、なんか敬語強い。怒れよと。うん。しゃあない、それは。ちょっとだけ喋る。多分今できる。確かに今、洗濯画面。うん、おいっす。おはようございます。ヘッドホン取ろう。取んないな、あの尻。あの尻、よかったら、よかったら、コミケ、そんなもう言ってる。それ。本当に慎重しろって早く。やってよ、おろ。野尻、響き、響き。はじめまして。はじめまして。漫画のどうも。やっぱ野尻さんが一番本物ですね。それ偽物？偽物。ちょっとごめんね、ジャンプマスターが逆折りしちゃって。あ、全然全然。申し訳ない。ジャンプマスターが逆折りしちゃって。だから野尻さんはここにしかいないじゃないですか。まあ一応、まあこいつ芸人だった時はその舞台もここにいたし、こういう子は。だから、おのおのだ、俺おのおのが。唯一ここでしか会えない。はいはいはい。しもちゃんも今日この後来るから。あ、本当ですか。うちのマネージャーがめっちゃそもそもニータ好きで。はい。あいつがいね。とかも行ってて。あ、そうなん。そうそう、だから、いいなって。連れてきていいってだから。いや、それはね。線引きしてからじゃないですか。うん、それは。痛い痛い痛い。再生回数500万以上から。そうです。
500万いける。あ、そうそう、 MV と、うん、そう、俺ら100万もいってないから許されてよ。40もいってないんじゃん。弱小だ。スクリューがいきそう。スクリューのあの動画がいきそう。いや、スクリューくんはね、いやー、これいけない。いやー、そりゃそうっすよ、ね。まあ、スクリューとも仲いいんだもんね。そうそうそう、あのだから高崎会のメンバーとスクリューくんがその5月のライブに見に来てくれて、ここら辺意外とみんな世間が狭いというかね。オッケー。じゃあ俺が引っ張ってきたら行くと会の方に入る可能性もある。あ、もちろん。あ、今行くよ、ちょっと待ってね。どっちかしか無理よってなったら、いやでも一緒に来るよ、みなみさん。え、早っ。え、132。え、まあ、そりゃそうか。まあ初恋の人だからね。まあ、いいね、まあ、ね、今うん、それ忘れられへんもんな。うん、ナイスレンケ。悲しくなったな。え、そんなことないですよ。そんなことあるよ。ないです。うん。ないってどういうこと。いや、これもう顔見てわかる。マジ食らってない時の顔してる。なんでそんなこと。あ、じゃあ僕がその高崎会がいなくなったこと、 いなくなってもさほどダメージじゃない。いや、食らってる食らってる食らってる。悲しい。高崎会にいてほしい。いや、これ迷ってる、これ迷ってるスタンス、迷ってる顔してる。あれを全部信じるか。あんなスタンスのやつ。スピードがなさすぎるの。目見たら、あいつの目見ろよ。住んでます、魔物がね。何がおかしい。おかしいことは言ってるけど。まあまあ、ちょっと今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはもともとあったダメージ、うんうん、あ、これはその電車ダメなんで、うん、電車流行らんくなる。電車流行らんくなる。地下鉄がね、ちょっと流行らん、高鳴るから。ありがとうございました。みんなが何をしたかをずっと覚えてられるんで。え、怖くない。怖くない。その、読んだらガーシーの色してんな。あ、そうです、そうです。いつかまたすることも視野に入れつつ、まあ、ちょっと腹立つ。